アルヘニズは、メキシコのプロレスラー。メキシコ式シ出身。ドクトルカロンテの息子で、家族の多くがレスラーであり、兄弟に、ミステシス、アルゴス、ドクトルカロンテジュニア2号、ミニマーダークラウン。おじに、トニーサーラサール、いとこに、カメラマンのアレクシスサラサール、マグヌス、ウリセスジュニアがいる。2006年、CMLL にて、エルイホデルドクトルカロンテの、リングネームで、 ルチャドールデビューを果たす。しかし、兄のミスティコとアストロボーイの存在があってか、出場機会が少なく、不仲説などもあったせいで団体に馴染むことができずに2007年に CMLL から退団した。CMLL 退団後、メキシコのインディ団体である、アイグやアルにドクトル・カロンテジュニアのリングネームで参戦し、父のドクトル・カロンテと親子タッグで活動した。2008年、 CMLL のライバル団体である AAA のトライアウトに参加し、ヘッドトレーナーであるグランアパッチェから注目された。使用機関として、AAA のダークマッチでジョバーを務め、アピールに成功したことにより正式に AAA と契約を交わして入団となった。AAA 入団後、アルヘニスのリングネームでデビューし、当初は CMLL であった。 ミスティコとの船仮説から引用し、ミスティコに嫉妬する男というギミックで活動するも、トンザ以降、特に、ストーリーラインに絡むこともできずに、前座での試合があるになった。2009年、ハイフライヤーのテクニコで結集されたユニットであるリアル、フエルサエリアに、メンバー入りすると頭角を表して、メンバーの中心となる活躍を見せ、サイコサーカスやラセクタといった、 ルードユニットと構想を繰り広げた。2011年には CMLL から移籍してきた兄のアルゴスがメンバー入りし、兄弟タッグを実現している。2012年、リアル・フエルサ・エリアを解散するとルードへと転向したアルゴスと構想を展開。2013年、クルーザー級でありながら AAA 世界ヘビー級王座を長期保持するエルテハのジュニアから AAA に所属する。 レスラー全体に挑戦するよう挑発された際に、触発されて、対戦を申し出るもベルトをダッシュするに至らなかった。同年8月、全日本プロレスにドラゴと共に初来日を果たし参戦。同月11日、鈴木小太郎青木敦氏が保持する、アジアタック王座に挑戦するも敗戦した。2014年5月4日、ゲラデグラデュドリスにて、シンカラアルゴス。 そしてシュベルネティコと組んで、アベルノサイコサーカスと三本勝負による八人制、タッグマッチを行い勝利した。8月24日、バニテ、アルゴスドクトルカロンテと組んでロス、ピラタスと親子対決を行うも敗戦した。ありがとうございます。